激しばかりの人がいても、人のせいにする人がいても、そういう人はそういう人だから、いちいちイライラしちゃいけないよ。イライラするだけ無駄だよ。イライラしちゃいけないよ。お疲れさんです。今の歌はね、仕事してて納得いかんことがあった時に思い出していただけると非常に効果的なんじゃないかと。またそんなことを言ってくださるリスナーさんが多いです。ちょっとムカついたことあったんで、気を沈めるために心の中で森永さんのこの歌を歌っていましたっていうね、そういうコメントがよくあります。